箱根を通過中です。天閣台という展望台にやってきました。はい、茂ってあまり見えないそうです。あ、でも芦ノ湖が見えてますね。あれが芦ノ湖ですね。あ、まあ他に見えるところ。道路に入ったところの駐車場に車を止めました。ここから芦ノ湖が綺麗に見えてます。で、ちょっと休憩ということで、あそこのアーネスト岩田スカイラウンジというところが空いてるようなので行ってみたいと思います。気温6度です。あ、7度になりました。今寒いです。ここにブランコがあるのでちょっと遊んでみます。箱根のブランコ、大切な人と一緒にこの大観山で素敵な思い出を2人で乗らないといけないそうです。どうやらこんなに富士山が綺麗に見えるそうなんですが、まるで何も見えません。 あんまりです。なんかはレストランですね。はい、まずちょっとトイレお借りしようと思います。あ、ラーメンのいい匂いが。標高1011メートル。はい、残念ながら展望はありません。
では行きましょうか。